鍋釣り岩は、北海道奥尻郡奥尻町技奥尻にある祈願。鍋釣り岩とも表記される。鍋釣り岩の位置一奥尻島の中央東部海岸に所在する。高さはおよそ19.5メートルあり、周囲はおよそ101メートルある。岩の名称は、鉄鍋の弓形の取っ手である弦に形状が似ている、ことに由来する。岩の岸側の長部には枝や葉に、 トゲが生えていることに由来する名前を持つ、ヒロハヘビノボラズという落葉低木が、明治時代以前から生息しており、この植物は小さな花と赤色の果実をつける。岩の成り立ちには、日本列島が形成されていなかった時代に起きた、海底における火山活動や、地殻変動が深く関わっている。溶岩が噴出しかかったままの状態で冷却、固結して安山岩が形成され、 島の隆起に伴って海上に現れ、南質であった周りの砂岩が波や風によって次第に侵食されて消失し、安山岩の部分が残留したためにドーナツ型の岩体となった。1993年7月12日に発生した北海道南西沖地震によって地盤が1メートルほど沈下したために岩は以前のような陸続きではなくなった。また、 この地震による揺れと津波により、沖側の頭頂部が大きく崩落して、細くなった。このため、およそ1億1000万円をかけて、修復工事が行われた。1999年7月26日、町指定文化財の名称に指定される。ありがとうございます。